さあそんな、去年ね、その2011年、初めてねワンマンライブザ・ウォールというところでやらせてもらいましたけども、うん、はい、どうでした皆さん、どうでした、盛り上がったね、金だったね、盛り上がった、盛り上がった、これ金でよかったよ、びっくりするぐらい初めて行ったのに、うん、で日本語で歌ってくれましたね、キスユーとか、ね、キスユーとか歌ってくれましたね、日本語でね、たくさん曲知っててくれたね、うん、初めて、知っててくれた、うん、新曲、まあある意味全部新曲ですよ、ある意味、うん、初めて行くんだから、うん、でも何をやっても反応良かったですね、良かったですね、良かったですか、良、はい、かったです、良かったです、それは良かったですね、また行きたいなと思ってですね、はい、また行きたいなとやっぱ思いますよ、ライブまた直後の楽屋でまた来てっていう風にね、俺たちがなるのってあんまないですけど、ないね、台湾速攻になったからね、これまた来なきゃダメだろうっつって、今年2012年の12月1日です、おまたザ・ウォールで2回目のワンマンライブ、これ決定しましたね、決まりました、リアリー、これはマジで俺たち行っちゃうんで、うん、ぜひそのヒューマロイドを聞いてね、まあ、できればやっぱ過去の曲もいっぱい聴いてきてから欲しいなと思うけど、まあ知ってた方が楽しいしね、知らなくてももちろん楽しめるライブしようと思ってるんで、もし来る行くつもりだって人はね、ぜひお友達とかにもデジストリッパーを聴いて聴かせてあげて、で一緒にね来てさらに熱いデジストリッパーとの空気を作りましょうよ、うん、俺たちはもう楽しむために行くからね、うん、